ニュージーランド勲章は、ニュージーランドで最高位の勲章である。アンズと略される。イギリス王室直居場により1987年2月6日に創設された勲章。ニュージーランド国王とニュージーランド国民に対し公共功績を残した民間人及び軍人に与えられる勲章である。ニュージーランド勲章は存命する人物を対象に授与される勲章であり、小受賞者は、 最大で20名、小受賞者の他に、補助受賞者と名誉受賞者の特別受賞者が存在する。小受賞者と補助受賞者は、選考基準が異なるため、小受賞者が死去した後、補助受賞者が繰り上がり小受賞者に就任することはない。受賞者は死去、または受賞を辞退した時点で、勲章はニュージーランド国王へ返還される。返還された勲章は、選考を経て、 新受賞者へ授与される。新受賞者が決定しない場合は、ニュージーランド国王に返還される。受賞者は、指名候補に、アンズ、または、ザ・オーダー・オブ・ニュージーランドと記載することが許可されている。1902年に創設された、英国メリット勲章と1917年に創設された大英帝国勲章を基準に1987年に、新設された勲章及び、勲章制度である。 それまでの勲章制度では、英連邦王国の市民と軍人を対象に授与される大英帝国勲章が最高位の勲章であったが、1987年に現制度が創設してからはニュージーランド最高位の勲章となる。補助受賞者制度は、ワイタンギ条約150周年を記念し1990年に創設された制度である。受賞者はニュージーランドを含む、 英連邦王国の人物が対象になる。名誉受賞者はニュージーランド国王とニュージーランド国民に対し公共功績を残した人物に授与される。受賞者は英連邦王国の人物もしく非英連邦王国の人物が対象になる。ニュージーランド勲章につけられるリボン勲章のデザインにはニュージーランドの国章とマオリ族の伝統的な デザインであるコは祝い、y、模様が採用され、国章とコア祝い、y、の周囲は、マオリ族の伝統的な色彩色である黒、白、赤で着色されている。勲章本体は赤と白のリボンに付けられる。マオリ族の伝統的な色彩色である黒、白、赤の意味は諸説あり、黒イコール過去、白イコール現在、赤イコール未来を表し、過去から未来へ流れる。 時間的な変遷を意味することがある。他方、黒イコールケ威ー、白イコールエチ、赤イコール力と解釈されることもあり、黒イコール闇、夜、未知、白イコール精神。色彩色の解釈については、ポリネシア文化やハワイ文化も融合するため、特定の見方は存在しない。勲章のデザインはニュージーランド紋章室のフィリップ、オシェイが担当。オシェイは、 ニュージーランド国王が授与するすべての勲章デザインを担当している、君主エリザベス2世賞受賞者補助受賞者名誉受賞者、ありがとうございます。